おはようございます。鈴木の YouTuber たまさまとぶーちゃんです。いや今日はすごいとこ来ましたね。いや、まあ、後ろね、後ろにちょうど今いますけども、はい、はい、かわいい動物さんたちがいっぱいいますけど、はい、こちらワイルドムスタングさんの方でね、はい、はい、雪山巻いてる、はい、イベント来てます。そうですね、はい、なんかいろいろとできるみたいなんで、はい、ブーちゃんとブーちゃんちょっとね途中からいなくなるかもしれないんですけど、はい、はい、グッモーニング。いやでもグッモーニング、グッモーニング、ドドル TV。 今ちょっとど真ん中で入ってます。オーナーの山木さんです。はい、そしてこれ弾いてるのがブーちゃんです。ブーちゃんです。かわいい。僕がいるらしいです。僕がいる。ブーちゃんじゃない。かわいい、かわいい。はい、こんなあのいろいろ触れ合えるところで、はい、今日はいろんなアトラクションとかもあるのでこちらの方で楽しんでいこうと思います。ちょっとね、はい、美味しいものもありそうなんで。あ、そうですね。はい、食べ物もね、この辺も、はい、そうなんで。よろしくお願いします。ではでは、楽しんでいきましょう。イエーイ。おはようございます。犬ぞりのワンちゃんたちです。これもうなんか、あっちにすごい。はい、では最初にスノーラフティングを体験してみたいと思います。イエーイ、やばいっすよ、ね、もうね、なんかやる気満々でございます。怖いっすよ。待ってもらってゴムボートに乗るっていう感じですけど、これ俺手袋はめたらダメだな。取れねえな。あの落ちないように頑張ります。はい、とりあえずメイトかぶってください。ありがとうございます。じゃあ、ネットを食べます。ネットイン。さあ、来ました。怖いな。いいですか、こんな感じで。 OK、 じゃあ僕もつけたいと思います。はい、こうですね。パチャン。はい、OK。 いや、面白かった。では、一回でもやります。終わりましょう。お願いします。じゃあ、どうぞ、お前の音です。中に、体育座りで。体育座り、はい。すごい、これ。中の進行したみたいな。お願いします。はい、じゃじゃー、天気カメラ持ってるのがあった。レッツゴー。ウィーン。ウィーン。やめやめやめ。すごい可愛いけど。Woo!
前と後ろの雪かかる量が全然違う。すげえいい絵撮りました。あれ面白かったもん。こんな被るんだな。三拍車。どうもさんでしょ。あ、どうもです。久々のゆっくりでーす。超親切でしたね、今日。いい感じのパワーなんだ。パワーね。今日はパーティー。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やられてるんですよ。すごかったね。トムさんは見ててね、すげえ頑張ってるしね。すげえ楽しそう、やっぱり。楽しいです、マジで。うちはすごいよ。さあ、ということで、スノーラフティングでした。はい。なんかもう一回やりたいぐらい面白いですね。みんなちょっと体験してほしいですね。次ブーちゃん後ろでやりたい。めっちゃそれ。じゃあ次、はい、今度やります。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、というわけで次はホーススレッティング。まあお分かりの通り大間さんに乗ってきたいと思います。にゃーでっかい大間さんに結構大きいですよ。はいよ、シルバーさあ乗ってみましょう。ムスタードさん、ビンスです。ございます。おはようございます。こちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、今日の、ドッド TV、はいはい、まずは乗馬、乗馬ね、やります。乗馬体験。そしてタモちゃんが、まずこれ左足をかける。左足をかけたら、はい、左手をこう捕まえて、はい、まできます。はい、はい、行きましょう。レッツゴー。よいしょ。そう、そして太陽シルバー。おー、かっけー。太陽シルバーとは昔ロンレンジャーの相場のことである。あ、なんかすごいね、バッチリショー。次、ブーちゃん。ブーちゃんの馬は春だ。ピザが鳴ってます。ピザが鳴ってます。タマ様にカメラ渡しちゃった。タマ様の乗ってるお馬さんでございます。乗ってきます。はい、じゃあビーズから。何接触だ。いやそういうのやめてる。いやいや、はい、じゃあ行くぞ。そう、行ってらっしゃい。あ、はい。わー、やべえ、たっけー、かっこいい。重くないのかな、この子。全然大丈夫。へー、200キロぐらい。どうですか、玉様。なかなか、ただ気持ちいいっす。結構気持ちいいっすよね。こんな、こんな目線なの。今こうやって、あの、あれですね、乗馬の、なってるんですね。自分で刀を持って乗れます。へぇ、講習みたいな練習、練習何回か、はい、そうですね。体験版ね、体験版をちょっと。走るのもできたね。全然多分2人は走るの楽しいと思う。これカメラ持ちながら走ったら大変なことになりそうだね。カメラすごい揺れてる。さっきラフティングでも結構揺れましたよね。バランス取る。そう、あの結構バランス取るの慣れるまで大変かもしれないですね。おお。はい。最高。はい。到着。ということで。ありがとうね。首をポンポン。ありがとう。タマちゃん降りてから降ります。そうですね、はい。そして降り方一緒です。これ軸にして。はい、そうですそうです、はい。さあ、うまく降りれるか。降りた。ちょっと一瞬危なかった。すごい。
ありがとう。はい。よし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 はい、ということで、大馬さんとも触れ合いました。触れ合いました。ね、ありがとうございます。なんか可愛かった。ちょっとね、楽しかった。乗る方がいい。ありがとう。では、これから、なんですか。ホーススレッティング。ホーススレッティング。世界初ですよね。はい、世界初のホーススレッティングってやつをやってみたいと思います。はい、このソリにね。この小さめのソリに乗って、はい、引いてもらうっていう。横行きます。はい。さあ行きますよ。いいですか？はい。3、2、1、ゴー！入ってくるときに貼ってきましょう。はい。はい。おお。よしよし。すごい。すごい。おほほほ。すごい。シュールシュールですね。なかなか気持ちいいです。3回目練習をして、はい、1回目をちょっと早くして。あ、ごめんなさい。ええ。はい。あ、わかりました。はい、行きますよ。あ、はい。走ります。はい。駆け足。スピード感全然違いますね、これ。やっぱり。どう？あ、なんかそうです。こう昔の人はこういうのを乗ってたんだみたいな。おお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 お続くよ。春リサ。さあ、ということで次の体験行きましょうか。はい、では次に行きましょう。さあ、ということで殿様、はい、乗ってまいりました。近くに乗ったすごい。またこれは、ね、引っ張ってもらってうまくいくんですけど、見てください、あれすごい、これですよ。すごい正面から行きますね。やばいですよ。じゃあ動きますね。はい、お願いします。さあ、引っ張ってもらっていきましょう。イエーイ。結構いいスピードですか。そうですね。なかなか。あ、いや、帽子が落ちて。あ、上まで上がってましたよ。ええ、すごい早い。早っ、うへい。着いた。さあ、これをどう取るか。前向きで取った方がいいのかな。大丈夫かな。ふーちゃん大丈夫。あ、こっち後ろになるんで、一回打っていただいて。はい、じゃあ、トマ様、行きますせ。恐怖心しかない。恐怖心しかない。かっこいい。はい、さよなら、みんな、さよなら。あふえ到着。これ到着。やばい。
ついた。やばかったマジで。めっちゃ怖い。これ多分前の方が怖いね。やばいやばい。いや後ろね意外とまだ大丈夫なんだけど。これでもめっちゃ迫力ありましたよ。いい絵撮れた。いやいい絵撮れましたよ。皆さんよろしく。これもね面白いんで。いや面白いですね。あの曲がる時の角度で。あんってなって。お治るまでも面白いんでね。ちょっとやってみてください。ああ楽しかった。はい、はい、というわけで、はい、結構あれですよ、はい、よく使ってますなかなかねもうあの、ね、なかなかもう、ね、実はその横が結構なかなかな斜面なんですよ。そうですね、なんか雪でこんだけ遊べるんだっていうね。そうですね、結構面白いですねもうなんか犬ぞりのワンちゃんたちも待ち疲れて寝ちゃってるさあそしてここですよ、うん、さあこの斜面をこれからタマ様が滑ります。これはさすがにカメラ持ったら無理。そうっすね。じゃあまず最初にタマ様チューブレッツゴー行けい。さあ黄色いチューブを持ってこれからこの階段を登っていくわけですよ。結構ねカメラで見てると分かんないと思うんですけど結構な急な坂ですよ。あのねビッグエアみたいな感じ。ビッグエアの斜面。さあ移動してちょっと前から撮りましょう。降りてきますよ。いってらっしゃい。感想は感想はこっちの方が怖いやばい。そうですね、あのね血流なんですけどこれねちょっと浮かした方がいいね。これなあドンってなるブンってあの思ってたより怖かったあブーちゃんブーちゃんも行ってさあ行きましょうか。行きます。いらっしゃい。ブーちゃんの紐です。どうでしょう。超怖い。これ怖くないこれ。超楽しいこれ。これ絶対やった方がいい。いろんなアトラクションだったけどこれすげえドキドキする、うん、単品の方が意外とやばかったマジで、ね、はい、うん、ということで、はい、じゃあ次の子供たちが来るのでちょっとチューム滑りでした。はいはい。さあということでチューム曲もね石山前に来ておりますが、うん、そうですね。さあということでタマ様、はい、これから、はい、この荒野の中でカレーを食べたいと思います。ランチタイム。で、あとで僕一人でバーベキュー食べると思うんですけど、はい、いいなぁ、いいなぁ。そうね、だからね、ブーちゃんちょっとタイムリミットがね、迫ってるんで。そうですね、まあ、犬ぞりと、バーベキューと、うん、魚釣りは僕が一人でやってると思いますあ、でも、面白いですよ。うん、ね、いろんなものがあって、うん、あのテレビ局もね、あの HTV さんとあと台湾テレビさんっていうとこが入ってるんで、はい、はい、そうですね、なんかグローバルに宣伝されてます、うん、もう
はい、ということでカレーが来ました。おげんざんカレーでございます。食レポといえばブーちゃんじゃない。美味しそうなカレーでございますけどね。じゃがいもがゴロッと入ってますね。そうね、すごい豪華ですね。じゃあいただきたいと思います、はい、いただきます。時間内に食べてブーちゃんがいただきます。めっちゃいい匂い。今行くよ。うまい。あのビーフカレー、うまい、うまい。このね、コーンが超うまいですよ。いただいてみたいと思います。じゃがいもがね、もう一個丸々入ってる。すごい。いただきます。いただきます。甘口でなんか美味しいですね。なんかそんなにがっつり辛くはない。またライスと一緒に食べて美味しいですね。ぜひ皆さんも食べてみてください。これがね、外の寒さの中で食べれるんですから、めっちゃうまいですよ、ね、温まる、めっちゃ温まる、ね、温まる。ビーフがまたね、美味しい。ということで、八軒山カレーでございました、はい。あとで多分タマ様が一人でバーベキューしてます。寂しい。はい、では次はニュートリに挑戦してみたいと思います。ね、ブレーキを踏むのがねコツみたいです。行ってみたいと思います。スーちゃん、よし、ぜひ行ってよ。はい、ゴー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 。よっしゃ、いいよ。よし、よし、ありがとうね。はい、ありがとうね、コック、ありがとうね。ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、というわけでブーちゃんね、帰っちゃったんですけど、次バーベキューしたいと思います。じゃあちょっと一人寂しくバーベキューしたいと思います。あ、はい、あ、ありがとうございます。いや、正直ね、外でバーベキューってね、初めてなんでどうなのかなと思ったんですけど、なかなかおつですよ。寒い中で炭火で焼く感じもね、すごいいいです。たまにやってみようかな。いや、やっぱなんかビール飲みたくなりますね。それでは皆さん、ぜひね、楽しみに来てください。ゆきざんまいでした。あ、ありがとうございます。なんてユーチューバーの方ですか。名刺あるんじゃ。チャンネル登録しとか。あ、すみません。お願いします。ちょっといつも2人やってるんですけど、相方もう帰っちゃったね。先ほどカレー食べてた方です。そうですね、こちらで、ね、見てみます。後ろにあのユーチューバーのチャンネル、はい、見てみます。よろしくお願いします。